まずはバファローズの先発小木田、京セラドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのが痛烈、これはセンター抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、見事に盗塁を封じました。これはねバッテリーの勝ちですね。キャッチャーよくさせてくれましたね。はい、先制のランナーいなくなりました。いやー本当に助かりましたね。はい、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番の浅村、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずは見送り、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、内へ低めの変化球打ちました、取った、アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。追いかけるイーグルスの攻撃、4番バッターギッセル、バファローズ1点リードで迎える2回です。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルになります。改めてお聞きします。バッターボックスの島内、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあここまで打ちました、ボテボテ、サードが前に来る、ツーアウトになりました。バッターは DH 丸も、ツーアウトランナーありません。この回の小木田3球でツーアウトまで来ました。そうですね、初球打ち、これはどうか、抜けました、同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番に入っている西川、ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール、ボール先行です。いいところに決まってますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるってこと。打ちました、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている太田、まずはワンアウトを取っています。マウンド上小木田、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。いいストレートですよね。はい、外のストレートがストライク、ノーボールツーストライク、見逃して三振です。打順はトップに帰って茂木。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあ一塁には同点のランナー、バッターは鈴木、そして一塁ランナーは茂木。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいです。ランナースタート、高め打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました、ホームに送球、おっと、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには浅村が入っています。さあ得点圏には同点のランナー、ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですよね。外の球打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。先
ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。